噂聞いたんだけどね、土曜日ね、お前も大好きなアマちゃん。アマちゃん、はい。能年。え？土曜日の夜の新宿のセイロ亭、あの汚いとこだよ。汚いって言っちゃ、余計なこと言ってあげないけどさ。新宿セイロ亭に見に来たらしいんだよ。プライベートで？プライベート。アマちゃん、もう、鳥軽くだから、舞い上がっちゃったらしいんだよ。軽く取り取ってたって、途中で気がついたらしいんで、アマちゃんが来てるって。能年くんが来てる。客席に？客席、全くプライベートで。好きなんですかね。だから、いつか落語を生で聞きたいっていうあれがあったらしくて、工場人ある子だから。それでもってなんか、一緒に楽屋来てくれたんで、だから軽くと写真撮ったらしいよ。あらー。軽く前の能年と。そしたらそれをまた違う、別の日、その一週間前に、小泉進次郎も来てたっていう寄せに。来てたっていう噂が、どこがどうだかさ、あっちゃこっちゃになって、小泉進次郎が能年連れてきたって話になって。どんなペアなんだっすね。小泉進次郎が能年連れて寄せに来たって、もうわけわかんない。あばちゃん連れて。噂がめちゃくちゃだ。それは別だっつうの。もう寄せ会ももう、そう、皆さんね。あばちゃん来ちゃうから。落語皆さん来ちゃうから。いよいよお前、3J プロ作ったぞお前。いよいよ。事務所設立しましたね、先生。どんきょん社長仕切ってるぞ、お前。これはこれは。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 もう事務所作ったよ、お前。女社長で。すごい。あそこ入った方がいいよ、お前も。3J。JJJ だから。JJJ 入った方がいいですね。いや、目が離せないですよ。すごいことになってるよ。落語会も。